どうも皆さんこんにちは、レオンです。レオンです。なんか若干顎がおかしいのか。なんかこっちから見るとすごい太って見えるレオンで、こっちから見ると痩せて見えるイケメン。今回紹介するものはあえて言わずに先に結果を見せよう。行くぞ、見ててね。行くぞ、飛ぶぞ。言いましたか今の。このビル20階30階から飛び降りても無傷。そう、パラシュートですよ。もう一回やってみようか。今度は普通の視点でやってみるか。普通の視点だ。このカメラだとかっこよかったけど、あ、プレイヤー視点でいってみるか。使い方は右クリックで、落下モードに入って、もう一回右クリックで、パラシュートを開くで、多分着地してから左クリックで、モード解除、普通のこの視点に戻るって感じかな。まあとりあえず言いながら、まず右クリック、そして右クリック。パラシュートって感じではないけど。オッケー。で、これでもう一回右クリック、あ、これで左クリックを押すと、パラシュートが消えると。じゃあ、このビルから、あっちに乗り移ってみよう。かっこよく。映画でよくあるやつだね。と！あ、でも、あまり横には進んでいかないね。一応、WASD で操作はできるみたいだけど、移動できる範囲は狭いみたいだね。で、なぜか着地した後もこれで移動ができる。なぜか着地した後もこうやって操作ができる。バサッバサッ。パラシュート開かずに落ちてったらどうなるのと。右クリック1回だけってことだね。1回だけ。あ、でも結局ダメージは食らわないみたいだね。動画の演出とかで使えそうだね。でも演出で使うにしてもこれだからな。Y 決まらない。なかなかかっこよく決まらない。じゃあ水に落ちてみるか。水に落ちてどうなるのかっていうのも若干気になる。はい、あ、水中だとちゃんとこう浮かぶんだね、やっぱり。でもこれ面白いのは、パラシュート目的でもいいけど、こう誰かと遊んでる時とかにこう突然こうやるの面白く。突然こういうことができるわけだから。おやすみー。眠いよー。本編で使いたいランキングに入っちゃったかな、ちょっと。おやすみなさい。他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリック。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしく！よろしく！よろしく！